L5C++ ビルダーアプリケーション移行のポイントコード資産を生かしていこう BDE から FireDuck このセミナーエンバガデロテクノロジーズ ISO が担当いたしますコード資産を生かしていこう BDE から FireDuck ア,アジェンダなんですがまずセミナー対象 BDE を使用中のコード資産をお持ちの方です時間は約30分でお送りする予定でおります 内容なんですけれども BD を取り巻く環境ビデオをお使いの方そうです、ね、こちらと確認していきましょうそれから既存コード ここれはもうう財産ですすよということい改めてて確認してまいりますそれからじゃあ移行しようとなったときにそのじゃあ移行する上でのポイント BD から f i r e d u c というのが今回のセミナーの主眼でありますがそれ以外もちょっと含めてですね確認してまいりますその後じゃあ BD から f i r e d u c へ移行するときには移行のツールもあるんですねこのあたりも合わせて確認してまいりますそして移行 BDE からファイ 移行できましたらその後は今度は BDE からファイヤーダック移行後の広がりというものも合わせて皆さんにお伝えしていこうと思いますさあまず BDE なんですがすで、えー、にご使用になられているまだ BDE のコードが残っているというようなこともあるかと思いますがその BDE どんなものであったか、えー、ボーランドデータベースエンジンデルファイ6以前にバンドルされていたものですね、えー、D ベースやパラドックス それからアクセスなどに特殊なドライバーなしでアクセスできる。そして SQL サーバーでありますとか Oracle DB2 などメジャーなデータベースにもですね SQL リンクを使ってアクセスできる。 インターベースも含めてで,できますよというもので優れたデータベースミドルウェアだったわけですそして Delphi や C++ ビルダーと同じようにですねビジュアルコンポーネント付加紙コンポーネントも含めてですねコンポーネントとしてデータベースアクセス提供していて非常に使いやすいというものでありましたしかし現在2016年の現状を見てみますとこうなりますね 2001年の Delphi6 にくっついていましたとこれは WindowsXP の発表年と一緒ですそして最終バージョン最終バージョンではあるバージョン5.22002年以降アップデートがありませんサポートも終了しています これを振り返りますと WindowsXP までがサポート対象 OS ということになるんですね。XP にはユーザーアカウントコントロールの考慮はありませんでしたので当然ながら BD にもありません。ですのでそれ以降の OS で使おうとすると何かしらこの辺りで引っかかることがたくさん出てくるということになります。それから XP 自体のサポートも終了しています。そして BDE のサポートこちらも残念ながら終了しています。 でですので対応データベース、これ、最新のデータベースのですねクライアントドライバー、対応して仕切れておりません。それから、昨今のマルチデバイスクロスプラットフォームというトレンド、こちらにも対応しきれていないです。ユニコードも対応していないんですね。それから32ビットであります。そういったところを鑑みますと、BD で作ったデータベースアクセスを含むプロジェクトというものは、マイナスの資産じゃないかと。 ようななことも出てくるわけなんですつまりは XP のまんま運用しなくちゃいけないそうすると当然ながらセキュリティリスクが出てまいりますよねそれから BDE デスクトップのデータベースで運用するというところに非常に強みもあったわけなんですがこのまんま運用しようとするとじゃあマルチデバイスで DB にアクセスしたいよなんていう時には当然その接続の壁も生まれてくるじゃあ新しいデータベースにしようかなんていうふうに考えた場合も、えー、今度は 古いクライアントドライバーのみの対応になっているそれからユニコードも対応していないのでそういった接続時の壁というものも残ってますね。 それから古いサーバー OS 古いデータベースそうするとハードウェアも古いまま使い続けなくちゃいけないなんていうことになってきますと相対的なパフォーマンスの低下が見られます最新のサーバー OS 当然より高速になっていますがそれと比べて大暴走にねえというようなことが出てくるわけですねそういうことを考えてしまいますとじゃあ今まで作ったクラスタバープロジェクトでありますとかファクトリーオートメーションのアプリケーションでありますとかこういったもの新しくですねなんか追加しようとするにもそれから 更新するにも多大な労力、交通がかかってしまってです、ね、そもそもこれがマイナスになってコートとしてマイナスの資産なんじゃないかなんていう懸念も出てくるわけであります。しかしながら、これですね、移行で古いプロジェクトをプラスの資産として使えるようにしましょうということなんですね。データベースミドルウェア更新しましょうと BDE から最新の FIREDAC これはですね、少ない労力で、比較的少ない労力で更新可能であります。これを行うことによって、プロジェクトをリ,クリフレッシュしましょうと。つまりは、新データベース、新しくすればですね、データベースも新しいものを使えるようになります。それから、当然ながら、そうしますと、新サーバーへの移行、クライアント側も新しい OS の適用可能になってきますね。そうしますと、パフォーマンスの改善が期待できたり、それから、OS によるところのセキュリティの問題。 こちらの解決も図れるようになってきます今後の新規拡張でありますとか新機能新デバイス対応の可能性なんていうのも見えてくるわけですね。じゃあ BD からファイ、えー、最新の FIREDAC に移行しようかということになってきますとこんな移行においてはポイントが出てまいります。えー、先ほどのセッションで話のあった Windows10 ですね OS の更新部分なんていうのも出てまいります。 それからデータベースそのもの、それからサーバー、こちらの移行なんていうのもありますね。BDE を使っている場合にデスクトップのデータベースを使っててパラドックスを使ってるなんていうときには、これをじゃあインターフェースに移行しようかとか、それからそもそものじゃあデータベースバージョン古かったので新しくしようかなんていう移行も出てきます。そして BDE から f i r e d ダッ k データベースのミドルウェアの更新。 今日のこの時間のセミナーの主眼ですね b d から FireDuck への更新というところもありますそれからサードパーティーライブラリでありますとかコンポーネントえ帳表関係なんていうのも出てきますけれども今日のですねセミナーではですね BDE FireDuck なんですがこの後のセミナーでは この帳票関係を含めたファーストリポートのセミナーもありますのでお楽しみにしていてください。その後のユニコード、こちらの対応もあります。デルファイの2007までは基本的に安心であったりするんですが、それ以降になりますと、今度は基本的にすべてがユニコードで扱われるというところの部分があります。ちなみにこのユニコード化においても、今日のセミナー、この後の後のセミナーで、 ご紹介していきますというところで BDE から FIREDACK こちらのところを見ていきましょう BDE から移行する FIREDACK ですね最新のデータベースミドルウェアアクセスコンポーネントというふうになってますけれども BDE に対応するコンポーネントを実装しているんです FIREDACK はなので BDE からの移植が容易なんですね親和性が高いとも言います それから Delphi C++ Builder で利用可です当然ですそれから最新のデータベースミドルウェアですので多数のデータベースそれから最新のクライアントドライバーに対応しています VCL のまま使えるこれもポイントです VCL のまま使えるので今までのコードがそのまま資産として活かせます VCL のまま使えるので、Windows 10以降にも最適なんですね。VCL そもそも Windows 上でよく動くビジュアルコンポーネントライブラリ、Windows 10対応のコンポーネントも入れてあって最新に更新してあります。ですので Windows 10以降にも最適であります。VCL のまま使えるとスキルノウハウを持った人的財産もより活かせるということが言えます。 そしてもう一つのポイント移行ツールがありますですので書き換えと移行が比較的楽にできるというところがあります最後マルチデバイス対応これは VCL からですね FireMonkey への移植というところもありますけれども今後の拡張性も期待できるというところになりますここのページでですね書いてある赤字の3つのポイント対応するコンポーネントありますよそれから VCL のまま使えますよ 移行ツールありますよ。この三つのポイント、えー、改めて見ていきましょう。まず対応するコンポーネントの部分ですね。えー、BDE とファイアダックの親和性の部分なんですけれども、BDE 左下の青い表です。 BD のコンポーネントこのようにリストされていますけれどもそれに対応するコンポーネントを右側その右側の赤い表 FireDuck では持っています例えば T データベースは TFD コネクションという名前で持っていて T テーブルなんていうものは TFD テーブル tquery なんかは tfdquery という形でえ名前も似通ったものありますねえこのような対応するコンポーネントを持っていますえ右側の簡単なフローを見ていただきますと例えば今まで BDE では t d a t a b a s それから t データベースでデータベースに接続し t q u e r y t テーブルでデータを取りそれからそれを t データソースで配布するというような形で受け渡していたんですが fireDuck になりますと同様に TFD コネクションでデータベースにつなぎ、えー、TFD、えー TF テ,ねえー、TF テーブルでデータを取って、同じように T データソースで、えー、データを配布していくというような対応になりますので、このようにです、ねえー、対応するコンポーネントで書き換えができますよというところなんです。 そして2つ目のポイント VCL のまま使えるのところを見てみましょうこれ FIREDAC の構成図なんですね FIREDAC の情報を集めてた方なんかはこの構成図よく見たんじゃないでしょうかしかしながらですね今日は FIREDAC の構成を紹介するつもりでこの構成図書いているわけではないんです重要なポイントをお伝えしたいポイントは FIREDAC がデータベースアクセスの部分を担ってくれて一番上の ローの部分、デルファイ C ビルダーにおける、えー、FireMonkey、えー、それから VCL こちらのコンポーネントと一緒でですね、えー、アクセスの DBA のですねアクセスをコンポーネントとして提供してくれるので非常に簡単に使えますよと優秀ですよというところなんですね、えー、それからもう一つ DelphiC ビルダ、er えーで FireMonkey および VCL これと一緒に使えますよということなんですつまりは VCL の資産をそのまままかせますよとそして DelphiC++ でデータベースアクセス簡単にできますよというところなんですねそして3つ目のポイント移行ツールがありますという点に関してはここです b d e to f i r e d a c の移行ツール今回2つご紹介しています ReFind というものこれはベルリンの中にも含まれているんですけれどもコマンドラインツール で無料でで使えるものですこれはですねコマンドラインで BDE から対応する FireDAC。 絵の書き換えを行ってくれるものです例えばコンポーネントの書き換えそれからプロパティの書き換えこういったものをですねコマンドライン上で行いますですのでここの左側の箱の中にあるこの黒い画面のショットなんですけどもコマンドラインでですね実行して書き換えをするというものになりますで一方右側の Delphi Parser と呼びますこの Delphi Parser こちらはですね GUI ついておりまして有料のツールになります でこちらのですね、えー、変換ツールの面白いところは変更ルールーをカスタマイズできるというところなんですね当然ながら BDE から FireDuck への変換ができるんですけれどもそれ以外にそれのスクリプトのですね、えー、追加変更を行うことで BDE から FireDuck のみならずそれ以外の変換にも使えるという優れたツールであります。 でですのでこういったツールを使えばじゃあ一個一個 BDE から FireDuck へのですねコンポーネントの書き換えを行っていくというものではなくてですね非常に面倒くさい作業が重にではなくてですねプロジェクトをですね新たに資産として使える簡単に変換ができてくるというようなところに使えるわけでああありますさあじゃあこれをじゃあ移行していきましょうとツールも使って移行していきましょうという手順がこちらになります。 手順左側のですねところに上から下に向かって書いてあります。今回の手順はツールを使って変換するというところなので一番最初の手順はまさしくコンポーネント変換ですね。えー、ツールがないと一個一個手書きで書いていくとか痴漢、えー、で、えー、置き換えていくということになりますがツールがあれば一気に書き換えることができます。そして当然ながら書き換えたあとは今度はデータベースも当然更新してますからデータベースの接続設定プロパティ BD からファイアダックへ 移行すするというようよなな設定が必要になりますそして FireDuck で新たに追加されたもしくは外部に出されたというべきなんでしょうかコンポーネントも追加していくそれからそれ以外にも下4つありますね必要コンポーネントを削除するであるとかそれからデータマッピングの調整などなどありますがここで簡単なデモをお見せしたいと思います。今日ののののデモに関しましまてははいくつつかの手順のうちの下4つは 省きままししてて簡単にできるデモを用意しています今日お見せするデモのポイントとしてはまず変換ツールの動作イメージを見ていただきたいというところがありますね。そしてツールで一括変換できるんですよというところの動きを見ていただければと思います。それから接続設定プロパティ これを変更することで動くプロジェクトもあるんですよというところまでご覧いただきたいと思います。実際の大きなプロジェクトは当然これだけでは動かなくてですね今グレーアウトしている左のこのフローといいますか流れでいうところの下の部分4つですね当然こういったところの調整必要になってまいりますがまずは今日は簡単にデモのポイントをご覧いただきたいと思います。詳細な手順等々はですね後日行います11月2日に行いますリアルセミナーでご紹介してまいります。 さあ今日使うデモのプロジェクトなんですけどもこんな画面になりますね。6で、えー 使ってた時の画面です。えー、未だに使っているといらっしゃる方も、えー、言う方もいらっしゃるかと思いますし、あ懐かしいなという方もいらっしゃるかと思います。えー、見ていただきたいのは、えー、この画面ショットの右側の、えー、四角い赤枠でがあります。えー、クエリワン、それからデータベースワンというふうになってますけれども、えー、これが載っているあの白いウィンドウはデータモジュールとしてデータアクセスのところを分離していて、BDE の T クエリと。 T デーータベースを使っている部分であります真ん中の,あの魚、カワハギっぽい魚が乗っているところは、これは UI 側ですね。そういうふうにモジュールを分けています。こんな形で BDE のコンポーネントを使ってデータベースアクセスをしているアプリであります。これは非常に簡単で、データベースにつないで、クエリーで、それからデータソースを使ってです、ね、この UI 側に対してデータを表示させているというものであります。それでは実際のデモに入っていきたいと思います。 今回用意しているプロジェクトはこちらになります、えー、これは Delphi6 で作ったプロジェクトですねこんな形で非常に単純なものではありますが開いてみましょう Delphi6 のプロジェクトであってもラッドストーチの10.1ベルリンでプロジェクト変換して開くことができます。 お見せした BDE のコンポーネントを当然使っていますのでこのようにエラーが出ますなぜならばベルリンには当然 BDE のコンポーネント載ってないですねですのでここに書いてある通り T クエリーありませんよというふうに言ってきます当然 T データベース BDE のコンポーネントもありませんよねと言ってきますこんな形でないですよという形で言ってきますさあ開いてみましょうそうしましてまず見ていただきたいところこれが UI 側のメインフォームですねそしてデータモジュール側見に行きましょう そうしますと、まずコードが出てますけれども、赤線でこのように t データベース、それから t クエリー,えー未定義というふうになってますけれども、当然ながら BD ないので、ないですよと言ってるわけですね。d b テーブルもこのところでユニットとして使ってますけれども、ないですよと言ってます。当然ながら、ないので、コンポーネントないのでですね、ビルドも通りません。デザイン側見に行きましょう。 これデータモジューールなんですけれども、データソースだけは残っていますが先ほど見ていただいた Delphi6 のスナップショットでありました tquery それから t データベースも表示されていないですね BD がないので当然ですじゃあこれを一度閉じますで今回デモで使用していくのは DelphiParserGUI ありのものになっていきます 今日このデルファイパーサー立ち上げてみますけれども、えー、これはですね評価版であります。今回のデモにおいてはこれ評価版で十分え使えます。じゃあ実際に動かしてみましょう。デルファイパーサーの特徴なんですけれども、このようにですねまずはプロジェクトを選びます。そうしますとここのワーキングフォルダーとしてですね元のプロジェクトではなくて別のプロジェクトを のフォルダを自動的に作ってくれますでポイントはこちらスクリプトファイルですね、えー、デフォルトのスクリプトファイルこのように選んでますけれどもポイントとしてここに今スクリプトがずらっと載ってますで相当大きなものです。 で皆さんにご理解いただきたいのはこんなにスクリプトがあるよということではなくてしっかりこのように変換するためのスクリプトを最初から用意されていますとそれからスクリプトをこのように用意してあるということは同様にですね独自のスクリプトを追加するとか変,化する変更するということで自分の持っているプロジェクト BD から FireDuck のみならずそれ以外の変換にも使えると。 いう拡張性を持っているということなんですねじゃあ Next をしてスキャンしてみましょうそうしますとデルファイパーサーがプロジェクトをスキャンして、えー、何ラインスキャンして何個のオブジェクトを変換しなくちゃいけないよというのを見つけましたと言ってくれますでちょっと見てみますと TQuery、えー、TDatabase それから TDatabase に含まれるセッションネームというプロパティこれも変更しなくちゃいけないよということでレスリストアップしてくれてます で次にじゃあ実際に変換しましょうというふうにして押しますとこのようにですねプロジェクト順番に見ていて。 で変換してくれますこれはですね当然減った減ったじゃないですねえっとインターフェース部分もそうですしそれから実際に実装部分インプリメント部分のにおける変更も全て行ってくれるようになっています変換が終わりました見てみましょう今回データモジュールとメインフォームを分けておりますのでメインフォーム側には何の変更もありませんデータモジュール側を見てみますとこのように変更された部分が確認することができます例えば T クエリですねここに変換がありますよと。で、こっちでは TFD クエリーになっています。T クエリーが持っているプロパティ、データベースネーム、こちらではコネクションネームという名前になっているんですけども、そのようにも変換されています。T データベースもそうですね、エリアスネーム、それからデータベースネームというプロパティ持っていますけれども、こちらの TFD コネクションというコンポーネントに変換されて、プロパティもコネクションデフネーム。 えー、コネクションネームというような形で変換されています。えー、それから実装部の方ですね見てみても同じです、えー。例えばこちらで言いますと大きく違うのはユーゼスのところですね。DB、えー、テーブルもありませんけれどもこれは消されてます。えー、そしてファイヤーダック関連のユーゼスがずらっと追加されていたり、それから、えー、タイプ宣言のところ、えー、クエリ1の T クエリが TFD クエリに 変変換換さされれててまますすよね T TFD デーータベースもコネクションという,ふうに変換されてますこのプロジェクトほとんどコード書か,かずにですねデータベースの内容の表示をするというものですので実装部に関してはですね特に変化はございませんけれどもここの実装部も実際には変更することができますじゃあこのチェンジをセーブしておきましょうそしてこのように変更したものに関しましてはこちらこのようにですね別の フォルダー作りままましししてててててですすね自動的ににセーブしてくれいいるよううなっています開いてみましょうじゃあ先ほどはですね開いてみて BD のコンポーネントないよと言ってきたんですがもう書き換えられておりますので場合によってはですねデータベースこのように接続しようよというふうに聞いてみますがまずは設定きっちり変えるためにキャンセルしておきます。 はいプロジェクト開きましたここで見ていただきますのはデータモジュールの方まず見ていただきましょうかはいこのようにファイヤーダックの u ー e s があったりそれからタイプ宣言ががっつり変わっていたりしますねそしてデザイン側見ても先ほどはなかったクエリデータベースこちらのモジュールが表示されています じゃあこの辺りのりり設定変えてまいりまいしょう BD e のときにはですね BD e のアドミニストレーターがついておりまして接続設定設定いたしましたけれども同様に FIREDAC もですね FIREDAC エクスプローラーという接続設定があります。その例えばデータベースインターフェースに移行したよという場合には当然このようにですねその接続設定も FIREDAC で新たに作ってあげる必要があります。 この部分の接続設定の方法に関しましては、今日はスコープ外として紹介を省かせていただきます。まずは接続の部分ですね。こちらで例えばコネクションの設定がありますけれども、改めて設定しましょう。バイオライフの設定をします。で、中身見てみましょう。このように設定が残っているわけですね。テストしてみます。接続できるかなということで、確率成功してますよと。 SQL も、えー、試しに書くことができます。例えば、先ほどのデータベース、接続できるかなということで見てみると、実行してみましょう。このように SQL 文通ってますねと、うん、しっかり接続されているよということで確認することができます。じゃあ、これのコネクション、えー、するようにしておいて、ログインのプロンプト、今出ましたが、表示しなくてもいいよということで切っておきましょう。 でこれで接続が確立できましたじゃあ次のクエリーですね、えー、クエリーのところ、えー、見てまいりましょうコネクションとしてデータベース接続が終わっているデータベース1これを設定しておきますでクエリー1に書いてある SQL 文これ見てみますと開きました 簡単な SQL 文セレクトで全部持ってこいとバイオライフのテーブルも全部持ってこいというふうな SQL 書いてありますけれどもこれデルファイ6の BDE のプロジェクトの時に書いてたものなんですねでプロパティの中に書いてあったものはこのように同様に残しておくことができますでこれを試しに実行してみるとこのように取れるということが確認できましたじゃあここでもうつながっているんだからアクティブにしてあげようと ということでアクティブにします、えー、ここまでいってですねメインフォームに戻ってみますとこのように、はい、先ほどは何も表示されてなかったデータベース、えー、表示のこのアプリ、えー、このように表示できているわけですねじゃあ、えー、ビルドしてみましょう、はい、このようにビルドして動作を始めました、はいえー、これでですね BD から FireDuck 非常に簡単なデモではありますが、えー、変更ができたわけですで当然ながらですね変更後は ベルリンの機能を使って例えばせっかくですから、えー、Windows10 向けの対応が進んでますよというイメージを表すためにですねこの UI をこんなふうに変えてあげたりとか今度黒ベースで表示してみたりだとかそれから Windows10 といえばやはりこの色でしょうということで Windows10 ブルーを 使って UI を表示してみたりこのボタンの表示もそうですねこういったスタイルを適用するという機能が載ってますけれどもこういったものを使ってより Windows10 ライ e にして見た目上も移行するなんていうこともできるようになってまいります。いというところでですね移行のデモをお見せしました。 改めて今のデモのですねおさらいをしてみますとご紹介した部分はこのあたりになります BD から FireDuck へのコンポーネント変換変換ツールの動作イメージをご覧いただきましたそれからツールで一括変換できるんだよというところになります接続プロパティの変更に関してもですね少々お見せしまして実際に動くようになりますよと いうところままでお見せをいたしましたより実際のプロジェクトにおいてですね変更必要な部分に関しての説明に関しては後日のリアルセミナーでご紹介をさせていただきたいと思いますさあ f i r e d ッ c の移行後今やった移行のデモでですねお見せしたのは、えー、本当に BDE から f i r e d ッ c で動くためだけのそれだけの変換なんですね。 なので、今度その移行ができたと動くようになったというふうなあとは今度はこういった拡張をご検討くださいというものなんです。一つ目、ファイアダックの機能を生かしましょうと例えば DML 配列機能を使ってより高速化しましょうとかマクロを使ってよりすっきりさせましょう。 それから3層への対応なんていうものも検討していきましょうというものなんですね。今の BDE のプロジェクト、UI 部分とそれからデータモジュール分けてましたけれども、例えばデータモジュール側、これを中間サーバーへ移行してしまいましょうなんていうような話もあります。それからリモートデータベース化、当然やりましょうというような話になってくるわけですね。でデータベースアクセスのあたりを例えば中間サーバーに任せますよという形で移植してまいります。 ベルリンなどではですね中間サーバーの構築もできますのでそれを今度移植してまいりますと今度はその中間サーバーに対してマルチデバイスでのアクセスができるようになってくるというものになりますね。そうしますとじゃあマルチデバイスアクセスができるというふうになりますと今度はまた10.1ベルリンでの特徴でありますクロスプラット開発も活かせると。 という,ふうになってきます1つのソースそれからメインの UI 構築でもって4つの OS ですねに対応できるという特徴を持っておりますので中間サーバーへアクセスするようなコードプロジェクトを1つつればですね4つの OS で使えますよと。 いう,ふうになってまいりますその今の内容がこんなイメージになってまいります。真ん中のラットサーバー EMS、e、データスナップというのがありますけれども、中間サーバーを作れます。で例えばこの辺りにですね中間サーバーを作りますと、もともとの,の VCL で使ったクラサーバーシステム、これも当然生かしておけるんですね。これはこれで生かしておきましょうと、そのまま使い続,使い続けることもできます。でで一方でじゃあ アクセス部分、データベースアクセス部分というのを分離することによってじゃあウェブからアクセスしましょうでありますとか FireMonkey を使ってマルチデバイスの開発をして、えー、マルチデバイスからアクセスするようにしましょうなんていうことができるようになっています、えー、右側、えー、今日のスコープではありませんがそれ以外にも IoT やらクラウドこちらの方の対応もできるようになっていきますということでですねせっかくの BDE の過去に作ったプロジェクト、えー マイナスの資産ではなくて寝かしておくことがマイナスの資産なんですね、えー、移行をしてリフレッシュすればこのように使いこなせるプラスの資産として、えー、活かせますそういったところをぜひですね皆さんにもご検討いただきまして PDE から FireDuck、えー、比較的楽に移行できるツールも揃っておりますということでまとめですね、えー、今日はセミナー対象 PDE の使用中の PDE 使用中のコート資産をお持ちの方 対象としししてご紹介しました時間は約30分 BDE を取り巻く環境皆さんがまだ残っているコードありましたが優れたツールではありましたけれども現在の2016年の現状ではちょっと古くなってしまいました使う上ではだんだんちょっと古くなってですね適さない状況ではありますしかしながら既存のコードというのは無駄や重荷と。 ももののででではななくてて財産とととししし利用できるものなんですよいいうことをご紹介いたしましたまそしてじゃあ移行しようといった時には移行する上でのポイントですねリフレッシュして使えますよというところで BD から FireDuck を主眼として今回お伝えいたしましたそして移行のツールですねリファインドそれから DelphiParser ーーというものありますよと。 いうことでご紹介したするとともにデモでまず簡単な移行で変換できるんだよというところお見せいたしましたで移行の広がりですね三層、えー、化するでありますとかいうことをすることによってより広がりも出ますしまさしく今までの高度資産生かすことができますよというものになります 最後にですね簡単に資料を表示いたしますこちらで表示いたしましてもですね皆さん見ているところでリンクをクリックできるわけでもなく書き込む書き写すことの時間もないと思いますのでささっとお見せしておきますがこの情報今日のセミナーとそれからこういったリンクの情報というのはこちら弊社の ウェブページからたどえるですね、えー、エンバーガデロで検索していただければ弊社のウェブページにたどり着けます、えー、そこのコミュニティ日本人ブログなんかをクリックしていただきますとブログを見ることができますがこちらのブログにですね今日のセミナー内容のサマリーでありますとかリンク等々を掲載いたしますのでぜひ参考になさってください。えー、以上ととなりりままます to 以降の部分、えー、ごごいいたただきししてありがとうございました